今日は昭和ならではと言っても過言ではない。過激すぎた漫画アニメ5000について紹介していくぜ。今と昔とでは、比べ物にならないほど表現が違うものね。そうだな。残虐的なものから官能的なものまで、幅広く表現が自由な時代だったな。それが当時は少年誌に掲載されていたりしたんでしょ？後世に対してあえて残虐さを伝えることで、同じ過ちを繰り返さないようにというような、メッセージ性が強いのも多い時代だったな。史実に伴った漫画となると、世界大戦後というのもあって、なんとなく想像できるわね。まず紹介したいのは、裸足のゲンだな。学校の授業で少し見た記憶があるわ。作者である中澤さんが実際に体験した自伝のような作品だな。過激という点では少し違うが、戦争そのものの残虐さを伝える作品だぜ。戦争自体が人命を左右する過激なものだけに、残虐性の表現は仕方ない部分ね。まずこの作品と切っても切り離せないのが、原爆の存在だ。確か、広島の原爆について書かれた作品だったわよね。昭和20年8月6日、広島に原爆が落とされ主人公のゲンは気を失う。気づいた時には街は焼かれ、人々は全身の皮が剥がれはめいていた。自宅に戻ると、そこには全壊した家に下敷きになった家族の姿が、というような作品だ。この少しの説明で悲惨さと、繰り返してはいけない大切なことというのが伝わるわね。この作品のすごいところは、悲惨さを伝えているのはもちろんだが、作者が一番伝えたいテーマが、人間愛、ということなんだ。人間愛？どういうことなの？踏まれても踏まれてもたくましい芽を出す麦になれという、生きることへの肯定の意味を込めて、人間愛を最大のテーマとして描いていたんだぜ。どんなに辛いことが起きようと、立ち上がって生きるというテーマなのね。もちろん当時の日本に対してもアメリカに対しても、政治的批判の内容は多く盛り込まれているがな。当時の方々が何を思い、どんな行動理念のもと動いていたのかは必要な要素ね。この作品は日本政府含め、世界に同じ過ちを繰り返してはいけないという意味で、2007年5月30日に行われた、核拡散防止条約運用会議で、日本政府団が裸足のゲンの英語版を配ったことでも有名なんだぜ。漫画を通して世界と交流するなんて、日本らしい発想ね。この作品が週刊少年ジャンプに掲載されていたというのも驚きだよな。表現の自由が失われてきた今では、過激すぎて考えられないわね。過激というのは少し違うが、戦争の過激さを描いた作品だな。それじゃあ次行くぜ。次に紹介するのは、ハートキャッチ泉ちゃんだ。ごめんなさい、全く聞いたことないわ。どんな作品なの？女性キャラクターが公衆の面前で服を脱がされたり、主人公が着替えや入浴を覗いたり、スカートめくりや乳房を揉むといったお色気漫画だな。ちょっと待って、裸足のゲンとの落差がすごいんだけど。大事なこととはいえ、あまりに残虐的な漫画が続くと辛くなるだろう？それはそうだけど、急すぎて驚いたわ。主人公原田泉は、人の心が読めるという秘密を持つ高校生。人並み外れたドスケベの明智菊丸が、主人公と周りの女性に対し、エッチないたずらをしてはお仕置きされる、ドタバタコメディーなんだぜ。内容次第では有害図書に入りそうな勢いね。単行本としては全9巻が刊行、月刊少年マガジンで掲載されていたんだぜ。それはもう成人向け漫画のジャンルにならないの？成人向け漫画とお色気漫画には、明確な線引きがあるんだぜ。そんなのあるの？一体どんな分け方なの？直接的な行為が描写されているのは成人向け漫画。それが描かれていないのがお色気漫画とされているんだ。そうなると、ハートキャッチ泉ちゃんには、直接的な行為の描写はないのね。そこまでのものは描かれてはいない。あくまでお色気漫画だな。ただ現代でその理屈は通用しないものなのは確かだぜ。それじゃ、次行くぜ。次に紹介するのは、墓場鬼太郎だ。ゲゲゲの鬼太郎は聞いたことあるけど、墓場鬼太郎なの？墓場鬼太郎で間違いないぜ。ゲゲゲの鬼太郎が子供向けと表すなら、墓場鬼太郎は大人向けと表していいほどだな。鬼太郎といえば、悪い妖怪から人間を守るというようなイメージだけども、それが違うってことなの？そうだな、単純に完全凶悪というわけにはいかないんだ。正義の味方という考え方を捨てた方がいいくらいだ、とも言えるな。そんなに違うのね、例えばどんなエピソードがあるの？鬼太郎の父親は、鬼太郎が生まれる前に藤の病で亡くなっていたが、生まれた鬼太郎が心配すぎて、左目だけで蘇っているんだぜ。目玉の親父ね。ただ鬼太郎は、主人公である水木という青年によって育てられているんだ。作者の水木さんの名前が主人公として出てくるのね。妖怪の鬼太郎を育てるなんて、いい話じゃない。でもそれじゃ終わらないのよね。もちろんだぜ、小学生くらいの年齢になった鬼太郎は、夜中に一人外出するようになったんだ。なんか怖くなってきたわね。どこに行っていたの？水木は鬼太郎の後をついていくのだが、途中で見失ってしまい、先に帰宅して鬼太郎の帰宅を待っていた。しばらくすると、鬼太郎も帰ってきたのだが、そこで水木は、鬼太郎が何か壁の中に入れるのを目撃するんだ。壁の中に？壁を確認した水木は、そこに一枚の切符を発見したんだ。めちゃくちゃ気になるじゃない、なんなのその切符は？もちろん水木は、鬼
太郎に、北郎、この切符は何だ？と、尋ねるのだが、北郎から返ってきた答えが、人間の行けないところです、というものだった。やばい予感しかしないわね。それでも水木がその切符を奪い取ると、返してくださいと、北郎が詰め寄ってくる。それに対して水木は、預かっておくと言い放ち、その切符を手にして、北郎を見失った場所に向かうんだぜ。北郎の言葉がすごく引っかかるわね。とにかく不気味だわ。見失った場所を散策していると、水木は急に地面に吸い込まれていき、薄暗い洞窟のような場所に出てきた。明らかにヤバそうなところね。水木はそのまま先を進んでいると、木製の桶から出てきた妖怪に、切符は？と聞かれたので、水木は持っていた切符を、これか？と見せると、これは片道切符だ、地獄へようこそ。と地獄に連れて行かれるんだ。ええ？展開が急すぎるわよ。確かに私の知ってる北郎ではないわ。その後は水木の母親と北郎のエピソードもあって、水木がいなくなったことで、気が触れてしまった水木の母親を見て、北郎が、人間って面白い生き物ですね、と言うんだぜ。不気味すぎるわ。悪事を働いていない人間が地獄に落とされる描写。現代漫画では認められそうにないわね。地獄とか死刑とかが身近に描写された。トラウマのような過激さだな。それじゃあ次行くぜ。次に紹介するのは、惨劇館だ。これも今まで紹介したのとは少し違う。グロテスク表現の過激さだな。グロテスク。苦手な分野だわ。ホラー漫画の巨匠、お茶漬けのりさんの作品で、基本1話完結型のストーリーなんだぜ。1話完結でしっかりグロテスク表現できるのもすごいわね。ただむやみに残酷残虐なわけでもなく、しっかりとしたストーリーの中に、そういった要素が多数散りばめられているんだ。完全な興味本位で聞くわ。どんな感じの描写なの？もともとこの作品は、女性向けホラー雑誌であるハロウィンで、連載されていたんだ。女性向け雑誌ということで、恋愛や容姿に関する話が多いな。恋愛のもつれのような話のグロテスク要素なのね。もちろん王道とも言える虫要素の集合体恐怖症を、これでもかと各所に散りばめてくるな。私も読んだ時は鳥肌がすごかったぜ。怖いもの見たさで見ちゃうかもしれないわね。残虐描写や、見たくないと思っているのに見てしまうのは、よくあると思うんだが、そういう、目をそらしたいけど見てしまうものを表現していると言えるな。苦手なのにお化け屋敷に入っちゃう私がそれだわ。もし虫に刺されて腫れ物ができたとするぜ。それが全身にできてしまったら、というような。誰しも一回は想像したことがあるけど、実際は体験したくないような話が描かれていたりするんだ。集合体恐怖症の方にはまさにトラウマ級ね。2002年に映画化もされたんだが、これの評判はあまりいいものとは言えなかったな。大抵、漫画アニメを実写化すると、喜ばれないケースの方が多いわね。もちろんそれもあるとは思うんだが、これは少し違って、原作のあまりのグロテスク表現に実写しきれなかった。というのが、ファンから受け入れられなかった理由だな。そこまでの表現なら、さすがに地上波では難しいわね。現実にはありえないけども、まるでその場にいるような恐怖。想像の中で実体験したかのような、気味の悪さがつきまとう作品だな。夜トイレ行けなくなりそうだから次行きましょう。そうだな、次で最後になるぜ。私が過激という題材で即座に浮かんだ漫画が、これだな。デビルマンだぜ。え？デビルマン？デビルマンってあの？多分そのデビルマンで合ってると思う。永井豪さんによって、1972年から1973年にかけて、制作された漫画だな。未だによく聞くわよね。私はやらないからわからないけど、パチンコ台になったりしてるものね。根強いファンがいるのは間違いないな。そんなデビルマンを語る上で欠かせないのが、少しネタバレを含むんだ。ネタバレが気になる方は気をつけてくださいね。簡単な構図とすれば、悪魔対人間、という漫画ではあるんだが、デビルマンというだけあって、一筋縄ではいかないんだ。確かにそうね、デビルなんて正義と真逆な路線だものね。まずは純粋に、悪魔を滅ぼすところの不気味な過激さを、紹介していこうと思うぜ。そもそもこの漫画のテーマはホラーなんだ。アクション漫画と思っていたけど、そうではないのね。もちろんアクション要素がないと言ったら嘘だな。ただ素直に悪魔軍団を滅ぼす、というような漫画ではないけどな。みんながトラウマになる、人面という亀のような悪魔がいるんだ。人面？人の面と書いて人面ってことかしら？人の面というよりかは、その人面の能力に関係している名前だな。人面は人間を捕食するんだが、その捕食した人間の顔が、背中の甲羅に浮かび上がるんだ。え？人の顔が浮かび上がる？そうだ。生首のように甲羅の模様が捕食した人間になるんだ。それを人面はこう呼んでるんだ。人間の入れ墨より数段に美しい美術品、とな。とんでもないサディスティックな悪魔ね。そして極めつけが、悪魔と呼ばれるデーモンの脅威に怯える人々は、疑心暗鬼になってしまって、同胞である人間たちを次々と虐殺していくんだ。疑心暗鬼で同胞の人間を？主人公である不動明がお世話になっている牧村家の奥様も、連れて行かれ、虐殺されてしまうんだ。その残酷すぎる遺体を、明が発見するんだぜ。ひどい。どっちがデーモンかなんて分かったもんじゃないわね。
その後、アキラの大切な人である牧村美希、彼女の弟も容赦なく惨殺されるんだ。それも斬首という形でな。その大切な人という美希さんは、アキラの恋人だったの？いや、正確には恋人ではない。ただ限りなくその存在に近しい、と言える存在だっただろうな。その弟さんが斬首されてしまうなんて、辛いわね。こんなもんじゃ終わらないんだ。この後、美希も惨殺されて斬首されるんだ。え？美希さんも？それはあまりにも。その生首を槍に刺して掲げて狂気乱舞する住人の、地獄絵図も描写されているんだ。言葉が出ないわさすがに。デビルマンのこの後と、衝撃なラストは、ぜひ読んでみてくれよな。というわけで、今回の動画は以上だ。このチャンネルではレトロな漫画やアニメに関する、様々な動画を今後も投稿していくぜ。他にもいろんな動画もあるから、別の動画も見ていただけると嬉しい。それでは、ご視聴ありがとうございました。